CEO2022 グランブルファンタジー部門に出場します。去年も CEO2021 の、グランブルファンタジー部門に出場してそこで優勝したので、優勝を狙って頑張っていきたいと思っています。去年アメリカのプレイヤーたちにすごく良くしてもらったのでみんなに会えるのをすごく楽しみにしています。主要キャラはシャルロッテがメインキャラ でサーブでアバター・アルベリアルとあとシスで今回のバージョンから新たにジータ使ってます。今回のバージョンだとやっぱパーシバルとジータが結構強くなったかなと思ってます。新システムの特にそのラッシュっていうシステムがあるんですけどそれとの相性がかなり良くてとても強く感じてます。この2キャラは新システムのオーバードライブはもうどのキャラもものすごい強いからとりあえずそれはそれでいいんですけどラッシュとバックシフトっていう、 もう新たに2つ の新システムがあるんですけどそこはキャラ差が結構 あるのでまあ全キャラまだ把握しきれてないんですよね。なんであんまり対戦できてないキャラと当たると結構不安ではありますね。ただ自分 のキャラクターの新システムはだいぶ使いこなせてきてるので、どのキャラも出てきても期待してみてもらえたらなと思ってます。同じ日本から出場するパーシバル使い の競合でりょうさんっていう方が今回出場するんですけどもこの人がまあ一番嫌ですね。特にイクスゼーレっていう、まあ、駒投げを得意としている人なので、まあ、正直あんまり当たりたくないですね。たくさん配信に移ってすごくいい試合をいっぱい見せれたなと思ってます。皆さんの応援よろしくお願いします。